英語学3という授業で音声学を勉強します。長尾と言います。英語は通じればいいとかよく言われますよね。まあ確かにそうなんですけど、でも正確に通じるためにはやっぱり発音は欠かせないんですよね。子どもの時にやっとかないと身につかないみたいな神話もあって、実はそんなことないんですけど、誤解を解いて、まあ、熱心に練習すれば上手な発音になるということをまず、知ってほしい。バーガーキングコメント It's called the Bobstein King Comet. Okay? Hey, Bobstein was a very well respected astronomer. Hello! Hi, hello! Hello! When did you look for the London? Past 8:20.英文を目で見てそれを自分で声出して読むっていう音読も一つの手なんですけど、でも音読の欠点はモデルがないっていうことですね。ですからモデルのあるもの、映画でも好きな映画でも海外ドラマでもいいので、それをシャドーイングしてやることで、そのイントネーションとかそういうのは自然に身につくんじゃないかなと。その発音なんかもこの人の個性だと、まあワールドイングリッシュって言われるように、国によってまあ訛りがあってそれはそれでいいじゃないかっていう考え方もあるんですけど、 L と R を区別しないっていうのはやっぱりうまく相手に伝えられないし、相手の言ってることが分からないんですね。ですからやっぱり子音は最低限抑えとかなきゃいけないなと。聞いてそれを真似る、口真似するっていう練習を徹底的にやった方がいいと思います。音楽が好きな人、洋楽とかね、聴きながらでもそれもできると思います。